藤本美貴さんの初主演舞台ハカナの公開稽古が先週金曜に行われました。ミキティの役どころは鬼の手によって作られた絶世の美女ハカナ。体は大人なのに心は赤子という難しい役です。大胆な濡れ場が多いこの舞台でミキティ驚くほど体張ってます。で本当に最初は恥ずかしがりながらすいませんねとかって言いながらやってました。実生活の方はどうでしょうか。実生活もまあ基本的には一途だと思ってるんですけど、ここまで本当に一途な女性って多分いないんじゃないかなと思うので、逆に尊敬します、はかなを。